野崎チャンネル、ジョン、こんにちは。さあ今日は楽天ドラフト通信簿チェック、はい、はい、昨年のドラフト、うん、ね、石井 GM 兼監督は、はい、スカウトさんと一緒に考えていた完璧に近いドラフトだったと思います。まずポテンシャルというところを大事にしましたと。庄司は即戦力というプレッシャーをかけずに大きく育ってほしい、うん、将来的に中心選手になれるような投手になってほしいです。それだけのスケールの大きさを持っていると思いますというところで、庄司、小箱、渡辺翔太、伊藤真央、平、林、うん、で育成で辰巳、古賀、竹下、永田というところのドラフトになりましたけども、まあほぼ即戦力を取っているという、はあ、何て言ってますか、佐藤さん、はい、佐藤さんは、はい、石井監督の進退をかけた2023年優勝しますというメッセージが伝わってくる、うん、目先優勝ドラフト、お、目先優勝ドラフト言ってました、はい、失敗すると暗黒時代に突入する可能性があ あるって、はい、で庄司、駒子は先発になるかどうか、まあ、そこがね、鍵になるか、お、どうですか、暗黒時代突入大丈夫ですか。いや意外と頑張ってます、うん、頑張ってます頑張ってます。庄司ね、はい、ここまで15試合先発してるからなかなか1勝目が遠かったんですよ。遠かった、15試合先発した中で、うん、今3勝3敗、防御率 3.09、はい、まあまあいい感じだね。この間も勝ちましたね、うん、途中ちょっと飛ばしたけども、うん、まあしっかり1年間でね、はい、まあ、このままいけば、うまくいけば20試合ぐらいね、うん、先発するって考えれば、はい、まあまあいい感じで、いやかなりいいんじゃないでしょうか、うん、でもドラフトに駒子、うん、はい、どこ行ったの、駒子の新人王候補だって。駒子の方がいいんちゃうかみたいなね。いや、そうなんですよ、庄司より。やっぱり石井さんも庄司投手も即戦力だけど、うん、すぐではなくていいって言ってたじゃないですか、うんうんうん、駒子投手はすぐ使って庄司投手はちょっと成長させながら、うん、将来のエースにって思ったと思うんですよ。2軍でね、35試合登板全部リリーフで、はい、防御率 2.87、はい、で1軍では4試合登板で防御率 9.00 っていう、うん、あとはその3位の、渡辺翔太、はい、とかめっちゃ頑張ってます、うん、リリーフが今結構いるんだよね。だからそこに入ってこれないのかも分かんないね、はい、そうですね、駒子投手最近も投げて、うん、だから安楽、酒井ね、で渡辺、孫、で松井、うん、内が伸びてきたっていうのもあるしね、はい、だからちょっとなかなか順番が回ってこなかったかも分かんないね。そうですね、渡辺翔太投手今すごいいい活躍してるじゃないですか。いいね、おめちゃくちゃいいね、防御率めっちゃいいと思いますよ、うん、1.57、はい、6勝2敗36試合と、はい、いいね、いいです、うん、伊藤真央も25試合ぐらい投げてるから、はい、うん、序盤ね、うん、そうそうそう、いい活躍してくれました。で平、はい、フレッシュでも良かったからね、はい、うん、でもちょっと出るとこないね今ね。そうですね、アベも良くなってきたし、うん、ね、でフランコちょっと波あるけどね、はい、うん、で鈴木大地がいて、うん、小深田がいろんなとこ守ってるからね、はい、で浅村も状態いいし、うん、ちょっと内野はちょっと、うん、出るとこ出るとこない、はい、で林、ドラフトの時の涙がかなり話題になりましたけどね、うん、まあ、2軍で投げてるけどね、はい、で辰巳試合か、うん、なりました。でも試合か上げてなのに1軍に来ないんだよね。ああ、まあ、まあそうですね、まあ、まずはまだ同じく2軍でっていう。でもそれだったら試合下に上げなくてもよかったのに、まあ、育成でも2軍の試合出られますもんね、うん、やっぱ育成が試合下に上げるってことはやっぱ1軍の試合出すってことだから、はい、メッセージとしたら、うん、だから7月の末だからには試合下になってるわけでしょ、はい、うん、もう1ヶ月以上経つのに1軍に1回も上げへんのやったら試合下にしなくてもよかったんちゃうかっていう枠が1個埋まっちゃうじゃん。まあそうですね、うん、正直俺すぐ上がるのかなと思って、あのフレッシュの後だったからね。え、じゃあ育成と2軍の違いって何なんですか。で育成選手っていうのは2軍の試合には出れるけど1軍の試合には出れないんだよ。で試合以下の選手っていうのは1軍の試合に出れるんだよ、はい、だから育成選手が2軍の試合にしか出ないんだったら、はい、別に試合以下にする必要ないのよ、まあ、今しなくてもいいって感じ。そう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 、何なんやろなっていうところの疑問はあるけども、うん、足はめっちゃ速いからね、はい、ってなったところでどうですか、目先優勝ドラフトって。はい、いやでもまあ思ったよりうまく回んないよね。3勝じゃきついもんな、うん、だ多分、うん、このピッチャーたちは頑張ってる方だと思うんです。渡辺翔太投手にしろ庄司投手にしろ、うんうんうん、伊藤真央、でも何悪いの、援護がなかった。今援護爆心中だよ。今爆心中、序盤の援護が今爆心中なさすぎた、うん、序盤に援護があったら浅村も状態悪かったしな。そうなんですよ。で島内もな、うん、悪く最近ちょっと打ち出してきたし、阿部ちゃんも調子悪かったし、調子のいい選手は一人もいなかったんで序盤は。そうだ、足りひんところ補ってな、ピッチャーやっぱりピッチャーがやっぱりこう高年齢化してるから、うん、はい、やっぱ若手にスイッチしなきゃいけないっていうところで、まあ良かったから、うん、まあ、来年以降も含めていい感じの可能性は十分あるで、はい、全員がまあ駒子も1軍では投げてないけど、うん、2軍ではいい形で投げてるし、はい、で庄司1軍で投げてて、で渡辺翔太もいいし、で伊藤真央も1軍で投げててっていうところもあるし、で平もねいい形で あの打撃とか守備とかもしてるし、はい、で林も結構2軍でもいい形で投げれてるから、うん、今年だけで言うと評価は B やな、はい、でも B かな、 B プラぐらいいきます。
。おあ、渡辺翔太頑張ってるしね、はい、で伊藤湾も頑張れたし、庄司もね、勝ち星は3勝3敗だけど、はい、15試合も先発ちゃんとしてるから、うん、っていう意味では1年間で考えるとまあまあ良かったんちゃうかっていうね、うん、A だ ね、まあ、正直もっと頑張れるかと思ったけどね、1位2位はね、まあ、結果としてはね、うん、でもまあまあいいんちゃう。しかも未来に向けてもね、はい、うまくいっていけば高年齢がねシャッフルできるチャンスもあるし、はい、ドラフトとしては正直良かったんちゃうかっていうね、うん、まあ、暗黒時代はだから入らなくて済んだっていうことでよろしいですか。済む可能性出てきたね。おお、うん、うまくいけばね、うん、あとは俺の意見が全てじゃないかって。いや、そうなんですけど。私はかなり影響されやすいんで。でね、2021年、はい、吉田安田前田対松井西垣古川、うん、あ、吉川で宮堀柳沢大河、うん、吉野も2軍の試合出てないんだよね、怪我かな。そうですね、うん、情報はあんまりないんですよね。安田もスタートね華々しかったけど、うん、はい、結局試合出てるの炭谷と太田やもんな、うん、小田選手ですからね、うん、で前田対松井、まあ、今1軍来てるけど防御率 5.台ちょっと悪いんだよね、うん、で西垣吉川、宮森ももっと今年一気に行くかと思ったけど、去年の感じだとなあ、うん、ちょっと伸び悩みやな。そうですね、ちょっと21年ドラフトが C やな。今出てる人がほぼいないですね。宮森選手は1軍いますけど、で20年早川高田藤井内間入江内がね、はい、でも本当は高田とか藤井とかがもっと出てこなきゃいけないんだけどね、ちょっと中津飛ばったね。藤井投手も結構投げてるけどなんか定着してないじゃん、うん、まあ定着はしないです、ね、まあ早川は今年いい感じでね、はい、できてるけど、その前は小深田黒川鶴崎武藤福森滝中水上、うん、あ、小深田選手、そうだね、うん、黒川だいぶ伸び悩みやな、これは。いやでも出るとこないですよね。いやチャンスいっぱいあったけど掴めてないじゃん、うん、まあ、そうですね、結局は出るとこあったよ、まあ、正直、まあ、確かにこの序盤とか一歩間違ったら小深田とかチャンスなくなるぐらい黒川チャンスあったよ、山崎剛とか、うん、より黒川もチャンスあったけど全然打ってない、掴めてない、掴めてないですか。ここちょっとピンチやな。でもちょっと2軍で出すぎてものすごくこういい感じに日焼けしてましたね。そうなん、2軍で打ってんのかな、3割なんだよ、2軍では打ってんだね、うん、一軍の壁だね、はい、その前が辰巳太田、菊池雄家、佐藤渡辺、大郷、鈴木さん、いいね、この年すごいです。うん、その前が近藤、岩見、山崎、渡辺、田中、西松、寺岡、その前があれだね、山崎剛選手です、うん、ぐらいですね、大体。藤井池田、田中、菅原、森原、もうチームにおらへんやつばっかりやね。結構そうですね、もう出てますね、うん、池田もおらへん、森原もおらへん、うん、高梨も全員違う球団で頑張ってんで、ね、本当ですね。いても違う球団っていう、うん、そう現役だけどっていう、うんうん、本当だね。だそう考えるとやっぱピッチャーが入ってきてないんだよ、先発。そうですね、ドラフトでいうと、まあ、早川ぐらいだからね、だから補おうとしてるんだけどピッチャー入ってきてないんだよね、うん、早川投手、庄司投手ぐらいですね今ね。だ絶対的エースいないもんね、どこまで帰らないといないの、逆に12年まで帰らないと、だから10年間いないんだよ、うん、がっつり先発ローテ入るピッチャーが、うん、それは先発きつくなるよね。そうですね、則、うん、本投手が、まあ、2位ですね。その前だったら三馬だもんね、でその前だったらマー君だからね、うん、マー君長いから、いやそれちょっと先発全然うまくいってへんな、だから苦しくなるんだよね。やっぱドラフトでピッチャー補えてないところが、うん、やっぱ今のやっぱ投手陣高年齢化に来てるよね、うん、だからリリーフとかね、渡辺とかね、うん、で松井裕樹もそうだし、であと鈴木空、藤平投手とかもうちょっと出てきてほしいですね。うん、そうだね、うんうん、だからリリーフは補えてんだけど、あと謎に池田、森原、高梨っていう、はい、あのチームを離れて頑張ってるやつら。それで取ってきた選手が活躍してないんだよ。トレードは俺はめっちゃいいことだと思うんだよ、はい、でも出した選手が活躍しました、それはそれで素晴らしいじゃん、はい、だから今の日本ハムみたいに宇佐美出しました、宇佐美中日で大活躍、うん、サヨナラも3本、うん、素晴らしいじゃん、はい、でも取ってきた郡司もめっちゃ打ってて素晴らしいじゃん、で出した斎藤左ね、うん、リリーフで今中日頑張ってるから素晴らしいし、はい、山本もいいじゃん、ね、これ最高じゃん、はい、楽天って出した選手がめっちゃ活躍して、うん、取ってきた選手が活躍してないんだよ。でもまあちょっとフォローすると森原投手出しました、うん、もう抑えにもなって大活躍です、うん、伊藤幸也選手来たんですよ、うん、でも一応伊藤幸也選手のこの歴代では自己最高を更新してます。でも森原の方が活躍してるよ、同じぐらいの活躍、まあ、伊藤も頑張ってるよ、はい、まあこっからだね伊藤は。でも森原投手の活躍はもう素晴らしいです、うん、
あの高梨出して、あの出した瞬間にリリーフ足りなくなったんですよ。あのしかも左ね、はい。で池田、まあ、いや大変です。そこら辺もあるけども、去年のドラフトのこの4人はめっちゃ林くんも含めて5人、ここがどこまで踏ん張れるかどうかで本当暗黒時代突入かどうか本当決まりそうだ、はい。ちょ投手陣全くうまくいってないんでね、うん、特に先発ね、先発がね、うん、まあそこら辺は年齢高くなってきてるんで、うん、課題だね、はい。まあ、ということで、はい、まあ、ドラフトはね A ということで、はい、はい。